了解いただきました。あ、はい。じゃあ、定例記者会見を始めさせていただきます。私の方からは冒頭に4つ発言をさせていただきます。まずコロナ対策、新型コロナウイルス感染症についてですが、現在感染状況等について資料をお配りしてますね、手元にあります、お配りしてますので、合わせてご覧いただければと思いますが、新型コロナウイルス感染症につきましては、去る4月20日に県内全域の感染段階をレベル2の1に引き上げるとともに、警戒、警報を発令し、ゴールデンウィーク以降のさらなる感染拡大を招かないよう、県外との往来時や会食の際の感染防止対策の徹底のほか、積極的なワクチン接種等についてお願いをしたところでございます。県民の皆様方のご協力によって、ゴールデンウィーク終了後も大幅な感染拡大には至らず、病床使用率についても 20% 前後で推移するなど、医療提供体制が逼迫するような状況ではないことから、現在もレベル2の1を継続し、社会経済活動への制限もかけていないところでございます。今後とも基本的な感染防止対策を講じながら、医療や福祉、教育などの機能が維持できる範囲の中で、可能な限り経済を止めずに、コロナとの共生を図っていくことが重要であることから、県民の皆様方におかれましては、引き続き、会話時のマスク着用や3密回避、こまめな換気などの基本的な感染防止対策の徹底と、ワクチン接種へのご協力をお願いいたします。で、続きまして、2つ目、認証店キャンペーンについてお話をさせていただきます。認証店利用を拡大キャンペーンの開始について、お話をさせていただきます。長崎コロナ対策飲食店認証制度で、認証取得した店舗を対象に利用者が早く戻ってくることを期待しまして、認証店利用拡大キャンペーンを6月1日から9月末まで実施することといたしました。認証店が 来店客にクーポンを配布しまして、利用者は次回以降500円の割引で、飲食ができるクーポンキャンペーンと、3500円相当の県産品が4000名の方に当たる県産品プレゼントキャンペーンというのが主な内容でございます。県民の皆様が安心して県内の飲食店を利用していただきたいことから、このキャンペーンにご参加いただければというふうに思っております。また飲食店の皆様にも引き続き認証取得をよろしくお願いいたします。で、3つ目になります。この子に関わることですけれども、長崎の辺猫キャラ名前が決まりましたということで、長崎県プロジェクト猫キャラの名前決定についてお話をさせていただきます。県では令和2年度から福山雅治さんをクリエイティブプロデューサーとして起用させていただきまして、新たな変化やチャレンジを応援して長崎県の魅力を発信する長崎の変プロジェクトに取り組んでおります。今年2月には昨年公開した動画長崎の変始まるに続く第2弾として、福山さんをはじめとする総勢8名の本県出身の著名人が声で出演する動画長崎の変拡大中を公開し、直近の再生数は約52万回と大変多くの皆様にご覧いただいているところでございます。この動画公開に合わせまして、このプロジェクトの猫キャラの名前を募集したところ、1841件ものご応募いただきました。これまでたくさんの応募作の中から選考を重ねてまいりましたが、ようやくその名前が決定しましたので、ここで発表させていただきたいと思います。名前はですね、にゃがですにゃがです。ですが、素敵な名前の候補をたくさんいただいたので、つなげてみんなの思いのこもった名前にすることで、より愛着を持ってもらえるキャラクターに育てていきたいというプロジェクトのクリエイティブプロデューサーの福山さんの意見を取り入れて、実を言うとですね、この本名はですね、ニャーガサキニャイスチェンジセニャスマイルキラリココ頑張るニャン、すみません、ちゃんと言えてるかどうか分かりませんけどそういう長い名前にさせていただきました。猫キャラは長崎の変の
プロジェクトのシンボルとしてこれまで取り組みの中で一定浸透してきたキャラクターですけれども、これからはニャーガという名前とともにより一層愛されるキャラクターに育てていきたいというふうに考えておりますので、皆様もよろしくお願いいたします。ニャーガサキニャイスチェンジセニャスマイルキラリココガン頑張るニャン、すみません滑舌悪いんですけど、という素敵なお名前になります。応募いただきました皆様本当にありがとうございました。本当もよろしくお願いいたします。そして、最後4つ目になりますけれども、 お中元における県産品の愛用について、お話をさせていただければと思います。県においては例年毎年6月と11月を県産品愛用運動推進月間として設定をしておりまして、県産品愛用運動を展開するとともにふるさと産品の普及啓発を行っているところでございます。そろそろお中元の時期になってまいりました。大切な方々へのお中元を送る機会がございましたら、ぜひ長崎で生まれ育った長崎県産品をお選びいただきますようよろしくお願いいたします。長崎駅前、県営バスターミナル2階にある長崎県物産館では、全国の方々への贈り物として魅力ある長崎県産品を集めた夏のギフトコーナーを設置をしております。8月12日まで県産品お中元セールを開催しておりますので、また物産館までお問い合わせいただければギフトからカタログをお届けいたします。今回新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い多大な影響を受けた物産関係事業者等を応援するため、4月26日からキャンペーン対象サイトで県産品をご購入いただきますと、商品代金の割引および送料無料となる長崎よかもんキャンペーンも合わせて実施をしております。ぜひこの機会に素晴らしい県産品の数々を大切な方々へ贈り物として、またはご家庭におきましても積極的にご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。今日私の方から冒頭4件についてご発言をさせていただきました。それでは幹事長からご質問いたします。幹事社の KTM の平野です。新型コロナ対策についてなんですけれども、はい、先日国から屋外でのマスクの着用に関する方針が示されましたが、県として何か方針が決まっていればお聞かせください。はい、マスクにつきましてはですね、国の方で令和2年の5月と今年の4月に運動時のマスク着用によるその体のへのリスクですねを考慮して感染対策を講じた場合に体育の授業やその運動部の活動におけるマスクの着用は必要ないというふうなことを示していただいております。本件においても体育の授業だけでなくですね、運動を伴う活動についてはやはりその熱中症などの対応を優先してですね、マスク着用はしっかりと感染防止対策をした上でではありますけれども必要ないと各学校等に周知をしているところでございます。なお高層帯についてもですね、同様に感染対策を講じてマスク着用は必要ないというふうにしております。はい、はい、あとワクチンの4回目の接種についてなんですけれども、はいはい、今後のスケジュールや進捗状況や体制などについて教えてください。今の4回目ですけれども、一応法令が改正されてですね、5月25日から4回目の接種が可能となったところでございます。で、県内の市町では60歳以上の方に対して早いところは5月下旬から、ですね、5月下旬から接種券の発送が始まっておりまして、一部の市町でもすでに開始をされているというところと聞いております。60歳以上の方に関しましては今後多くの市町で6月上旬頃に接種券の発行が開始される予定と言っておりますので、その後順次接種が開始されるというふうに思っております。18歳以上60歳未満の方については、市町によってその接種券の発行の方法が異なるところではございますけれども、6月中にはおおむね対象者へ発送されるものというふうに思っております。県としましてはですね、その市町としっかりと連携をしてですね、その配布であったり接種などについてですね、協力して働きかけていきたいというふうに思っています。はい、TD
経営から最後に1点なんですけれども、はい、外国人の観光客の受け入れの再開についてなんですけれども、はいはい、福岡県でもインバウンド需要の回復に向けて取り組みが始まっているかと思いますけれども、はい、水際対策など含めて何か具体的に県としてお考えになっていることがあれば教えてください。はい、まず今の現状を言いますと、国の発表によればですね、6月1日から1日の入国者総数が1万人から2万人に引き上げられるというふうに伺っております。また入国者のですね、待機期間等を見直して、各国地域入ってくる方々の地域のですね、流行状況や流入リスク等を総合的に勘案して3つの分類に分けられると、赤、黄色、青ですねに分けられるというふうに聞いております。一方ですね、その観光を目的とした入国については国においてその5月24日から実施の訪日観光実証事業ということをやっておりますが、それを踏まえてインバウンドの受け入れのためのガイドラインを作成するというふうに聞いておりますので、6月10日から入国を再開するというところでございますが、本県としてはその観光目的の入国再開の動向をしっかりと見極めながら早期の需要回復に向けて県としては積極的にプロモーションをしていきたいなというふうに思っています。長崎新聞社、はい、マスクの着用で、子どもの登下校時にその会話を控えたら、外してもいいみたいな、確か文科省からって言ったと思うんですが、現実問題として、子どもたちってその登下校時にその会話をしないとかっていうのは、友達とかいれば普通やったりすると思うんですが、そういったことについて、その子どもの、そのいわゆるマスクの着用についてのその知事の見解をお聞かせください。まず感染防止の観点からは、やはり距離が保てず、その会話をするというところでは、マスクの着用はやっぱり有効だというふうに思いますけれども、やはりその子どもであったりとかですね、そういった体への影響であったり、いろいろ保護者の方々のお考えもあられると思います。ですので、そういったいろいろこう方針は出されてはおりますけれど、示されておりますけれども、その中でどういったところまでどうするかという、こう グレーなところがあると思いますけれども、そのグレーなところへのその理解というところはやはり必要であろうというふうに思いますので、一律対応を求めるとか、こういった形にした方がしなければいけないというような状況ではないのかなというふうに思っています。はい、すみません、ちょっと参院選の絡みで、はい、知事は自民党の候補になる方の、はい、集会に出席されたりとか、先日は確か維新の、確か支部の設立の方にも多分顔を出されたと聞いていますけれども、はい、参院選におけるその知事 その立ち位置というのはどのようにお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。私がこれ今考えているその長崎選挙でも申し上げた通りですね、やっぱりふるさと長崎県を本当に元気にしていきたいという、それはもう全く変わっておりません。そこが基本的な姿勢でございます。でその中で、その目的達成のためにですね、どんな政策に取り組んでいくかということがやっぱり重要になってこようかと思うんですけれども、やはりその中では特定の政党とか特定の候補者、候補予定者ありきというスタンスでは全くございません。で政権与党とのしっかりとした連携が必要だというような観点もありますけれども、その中でそういったこともあるけれどもですね、一方私個人としてやはりその選挙の際に応援いただいた後、自民党長崎県連であったり、維新の会、日本維新の会から推薦いただいたということもありますので、そういった思いに個人としてはそういった思いを大切にしなければいけないというところももちろんございます。個人としての思いはそういうことだけれども、知事としては、その特定の政党とかそういったところに組みするものではないかな、全くありません。はい、わかりました。それでは、こちらの皆様からご質問をお願いします。読売新聞の会です。はい、今のところで、一点確認で、再選の際
際はじゃあどの候補者も応援はしない、そういう理解でよろしいですか。再選、あ、どの候補者についても、あ、参議院選ですか。参議院選ですね。知事として繰り返しになりますけど、特定の政党とか候補者、候補予定者を今応援すると、そういったありきではないというふうに、そういった状況でございます。はい、ごめんなさい、ありきではないっていうのは、その今後応援することもありえるってことなんですか。なんか、すみません、よく言葉のありきではないっていうのはどういう意味でしょうか。知事として特定の政党、特定の候補者を応援する立場になりというふうに、はい、いうふうに理解していただいていいと思います。はい、了解しました。ありがとうございます。はい、新日本新聞です。はい、同じ話なんですけど、はい、みんな気になりますね。知事としてっていうふうに強調されてましたけど、はい、じゃあその、まあ、その大石健吾という、まあ、詩人として、まあ、詩人になるのかどうかは分からないんですけど、そういう形で応援される可能性はあるっていう理解なんですか。応援の内容が具体的に分かりませんけど、必ずしも明らかじゃないですけど、やはりその私自身がその長崎県、あ、すみません、自民党長崎県連と日本維新の会から推薦いただいたという、その思いはしっかりと大切にしなくてはいけないというふうに思っていますし、というところで私自身個人としてはそういったところも大切にしたいというふうには思います。先日というか、はい、この週末に自民党の街頭演説に出られてましたけど、まあ、あれはもう何ですかね、私たちから見るともう完全に応援演説なんじゃないかというふうに見て取れるんですけど、それは知事として行かれたんじゃないんですか。政権与党としてですね、しっかりと演説の中でもお話の中でも触れさせていただきましたけれども、やはりその県、長崎県が抱える今の課題っていうところに目を向けますと、やはり国との連携をしっかりと取っていかなくてはいけない、予算も確保してしっかりと補助事業も取っていかなくちゃいけないと、活用していかなきゃいけないと、そういう中でやはりその政権与党である自由民主党から公認候補予定者となっているところで、その中でのやっぱり連携というところは大切しなくてはいけない立場でいるかというふうに認識はしています。はい、すいません、なんかそれが先ほど言われた知事として応援しないっていうのところとなんかちょっと噛み合ってないような気がするんですけど、あくまでその個人を応援するという形ではないということです。はい、特定の者を応援するということではない。はい、はい、はい、お伺いございますでしょうか。はい、よろしいでしょうか。岸さん、日経新聞の若杉です。はい、経済関連の話を2つご質問させてください。はい、1つはIR 計画の進捗状況で、はい、まあ、一番県民が知りたいと思っているのが、まあ、資金調達の件で、はい、まあ、知事もかねてから速やかに発表したいとおっしゃってました。はい、で今の時点で開示できるのであればお願いしたい、それからもしダメであればいつ頃になるかということを教えてください。今の時点で開示できるという新しい情報は残念ながらありませんので、まずそこは一つ整理をしておきたいと思います。で今後のスケジュールについてもですね、今の現時点ではっきりと申し上げることができないという状況でございます。はい、できるだけ早く、はい、したいと思います。わかりました。はい、でもう1点は金曜日にソニーグループが発表した、はいはい、ソニーの、まあ、関連会社の諫早の工場の増設なんですけれども、はいはい、金曜日の夜に知事はコメントを発表したのは拝見しているんですが、特に県の絡みで雇用が重要だと思うんですけど、はい、今回の増設で何人ぐらい雇用が増えるか把握なさっていうのであれば教えてください。すいません、ちょっと担当からよろしいですか。あ、いませんか。すいません、ちょっと具体的な数字のちょうどお伝えいたします。じゃ以上です、ありがとうございます。はい、お伝えできるかどうか。以上です、ありがとうございます。はい、朝日新聞の石倉と言います。はい、2月の知事選についてなんですけれども、はい、先月の5月に政治団体が
知事らを相手にですね、公選法違反の疑いで告発状を長崎県警に提出したという発表がありました。この件一部テレビでも報道されたんですけれども、これに対しての知事の見解をお願いします。この場ではちょっとコメントを控えさせていただきたいと思います。はい、理由も教えてお願いしますか。そういった報道があるというふうには聞いてはおりますけれども、具体的にここの場でお話しすべきことはないかなというふうに、はい、関連すると同じ政治団体が先月国会質問状なるものも提出したんですけれども、はい、これについては受け取られたのかということと、これに対しての見解もお願いします。一旦その秘書課の方で預かったというふうには報告を受けてますけれども、それについてもですね、具体的な内容というのは差し控えたいと思います。はい、質問状を読まれたということなんですね。そこも含めて、はい、それで質問状とかですね、告発文にあるような行為については現時点でこう否定されるというか、その見解というには、見解についてはどうなんでしょうか。具体的な内容は必ずしも定かではないんですけれども、市選挙について適切に実施をしたというふうに思っております。はい、問題がないという、はい、承知しました。知事にお伺いしたいです。はい、毎日新聞の高橋と言います。はい、公約で掲げられていた女性副知事の登用について、はい、現在の進捗状況などはいかがでしょうか。はい、人事に関わることなので具体的な内容についてはお話しすることはできませんけれども、マニフェストに掲げたことですので、しっかりと検討を進めていきたいと思います。ありがとうございます。はい、他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、次の定例記者会の終了です。ありがとうございます。はい。